おかわりラーメン丼。山形市寿町に今年6月にオープンした麺屋きんとん。変わり種のラーメンを味わえると話題のお店です。どうもこんにちは。こんにちは、マグロと申します。こちらのきんとんさんではどういったラーメンを僕食べれるんでしょうか。買い出しの方。買い出し、はい、店主の井上さん、長年トラック運転手として働いてきましたが、ラーメン好きが高じ、今年自身のお店麺屋きんとんをオープン。貝へのこだわりに迫りながら、まずは実食です。お待たせしました、貝出し塩になります。来ました、こちらがきんとんさんの貝出し塩ということで。いや、香りがいいですね。やっぱり貝出しということで、そしてなんとこう透き通ったこちらのラーメン、お美しい。では早速いただきたいと思います。はい、これレンゲに入ってますよね、スープ。入ってます。入ってるか分かんないぐらい透き通ってますよ。これ透明な綺麗なスープです。でいただきます。あら、すごいよこれ。みんな飲み慣れたあの貝の味がぐんぐんぐんと。スープのベースになるのはしじみだけで取った出汁。それに合わさるのが数種類の塩と乾物などでブレンドした塩だれ、そしてアサリのエキスを抽出したアサリ油。まさに貝の旨味を存分に味わえるスープなのです。これ真っ白な麺ですね。これストレートな。そうです、はい。うわ、香りすごいっすね。これこの細さで、なんという小麦の存在感。え、これすごいな。このお店で作られてる麺。そうです、自家製麺で。自家製麺、はい、この麺のこだわりとしては店の名前の由来になっているきんとんという粉を使ってまして。きんとんって小麦の名前なんですか。はい、そうです。なんでその店名にまでしちゃったんですか。私が食べた時惚れ込んでしまいまして。小麦本来の旨味に惹かれたというきんとん。うどん用として使われることが多い小麦粉ですが、数種類の小麦粉をブレンドし、貝出汁に合う麺を完成させたのです。貝の香りがスッとこう鼻に上っていくような、香りがまた引き立つというか、いい麺とスープのバランスになってますね。脱サラをし店を出すため井上さんが飛び込んだのは、千葉にあるラーメン専門の学校、食の道場。店を開業するためのノウハウを学び、そこで貝出汁ラーメンに出会ったそうです。それでそこにいる会長、食の道場の会長さんがいまして、はい、その時に、ね、貝出汁を作ってもらいまして、衝撃を受けて。衝撃を受けた、はい、相当美味しかったですか。相当美味しかったです。皆さんに知ってもらって、食べに来てもらって、そこから、ね、まあ、美味しいものをどん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 提供できたらなと。いいじゃないですか。いや、非常に美味しいラーメンでした、はい、マグッとなラーメンでございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。